はい、どうもハリウッド俳優のシャギーでございます。今日は、ラーメンシリーズ。このコロナ禍でラーメンのテイクアウト、普通日本人なら頼まないであろうラーメンのテイクアウトをですね、頼んでいきたいと。前回はどこだったっけ、あ、三等価、あのね、三つ輪とかに入ってる三等価ですね、のテイクアウトでちょっと試してみましたけども、美味しかったね。なので、今回はこの LA のラーメン界でシャギーが一番おすすめするという二郎系ラーメン、辻田アネックス、こちらを、オーダーしていきたいと思います。携帯電話でちょっとオーダーして、でピックアップしていきたいと思いますよ。はい、やってみましょう。だんだん、もう、じゃあとりあえずつけ麺と、なんかね、ラーメンの方がおすすめ。いや、僕はラーメンの方がなんつうかおすすめではあります。でもつけ麺押しだよ。なんかつけ麺押しだよ、こっち。やだ、お腹すいた。あ、じゃあ俺がつけ麺頼んで、ラーメンでいいですか。おすすめしてるわけよ、このつけ麺の方を。ガチガチに。いやいや、全然ラーメン美味しいよ、ここ。ラーメンの方がね、二郎系でうまいんですよ、ここね。なので、え、ラーメンにするの。よし、じゃあ俺つけ麺推しだから、つけ麺でいくわ。普通のつけ麺で、ボビーさんは、ラーメンを、まあ、私がおすすめしますので、バービー、ラーメンの方でよろしいですか。え、待って、チャーシュー、チャーシューじゃなくて、このネギラーメンの方が絶対おすすめなので。ネギ、ネギ、じゃあネギラーメンの方を、じゃあおすすめのネギラーメンをボビーさんにちょっとね、やってあげたいと思いますよ。とお腹空いてた。去年はだって絶対食べたんだよ、ちょうどこの頃覚えてる。よし、じゃあこれでオーダーしちゃいます。オーダー完了でございますんで、早速ピックアップに行きたいと思います。レッタビュと。いうわけで、ピックアップにやってまいりました。こちらがジターアネックスでございます。二郎系、ロサンゼルスの二郎系ラーメン、ピックアップしていきます。 Hello、I ordered online and then it's all ready to pick up. You order one major ramen and one to go? Yes, that's correct. So this is it? Yes. Okay, thank you so much. Thank you. Bye bye.はい、買ってまいりましたよ。それではピックアップ終了しましたんで、よし、じゃあ早速家に行って食べちゃいましょう。ドーンって、そうしましたら早速、辻田つけ麺とラーメン開封していきたいと思います。やってやしょう。これが、ラーメン。いやー、漏れてないといいよね。2号で漏れてるとか最悪だよね。はい、お、なんかスープとやっぱり別に伸びちゃうから。しかも、あの辛み、辛子胡椒みたいなの別で入れてくれてる。あとニンニク、これ頼んだのかな。ちなみにですね、お値段は$33.29。つまり、まあ、日本円で言うと3500円ぐらい。とーっと、ラーメンとつけ麺で3500円、むっって感じですよね。まあ、これがロサンゼルス価格。しかもここはあの私の一押しラーメン屋、辻田のアネックスでございますので、二郎系です。ちょっとでも二郎系でも高いかなって感じですけど、まあそこはロサンゼルス価格なんですね。ダーン、来ましたね。麺の量結構多いね。あ、これ水だ、戻し水ね。これ戻して入れてくださいねっていう感じですね。もやし、マシマシ、まさに二郎って感じですね。二郎系、LA 二郎系のドーン、テイクアウトの中身ですね。で、スープ別になってると。スープはこんな感じ。お、匂いがすごい。あー、 LA 二郎系のこちらがスープでございます。これはラーメンでございます。はい、ボビーさんが頼まれたものですね。はい、じゃあこれをズドンと、これ入れちゃっていいと思う。はい、ズドン。これラーメン、ラーメンとね、だんだんつけ麺の違いが。はい、はい、こっちがラーメンでした。こっちつけ麺でしたね。びっくり。びっくり。だってこれ全部入れたら絶対入んないと思ったもんね。いやー、びっくり。ラーメンとつけ麺を勘違いしておった。で、ラーメンの方は、これ、開いた。して、お、このラーメンの方はね、スープ抜きで全部入ってるんですね。はい。これスープ抜きで全部入ってます。ここにスープをぶち込めばラーメンは出来上がりということですね。バーって入れちゃえば。その通り。こういうのね。まあ、でも俺とボビーさんだと僕の方が多分失敗しない確率が高いかな。よし、じゃあこちらをちょっとこれ混ぜた方がいいかもしれないですね。グリグリ、ちょっと
油浮いちゃってるんで、やっぱりスープなんでね。なるほど。おっと、滑った。油で滑った。もう、や、こういうのや。おい、おい、おい、おお、なみなみと注がせていただきました。はい、にんにく。はい、じゃあラーメン出来上がりましたよ。1時間か経ちましたね。経ちましたけど、はい、はい、じゃあこんな感じで早速いただいていきたいと思います。いただきます。よし、つけ麺ね。じゃあ入れちゃいますよ。これね、まずね、チャーシュー。うん、うめ。はい、でもつけ麺もこれやっぱもやしとかをどんと入れて。あ、マイケル冷えた。いや、ま、全然冷えてる。どうしよう、温める。いや、いい。冷えてんのしょうがない。ちょっとやっぱレンジとかで温めてから入れてる方が良かった。うまい。うまいよね。うまいです。これネギラーメンですね。はい、こちらが辻田ラーメン。美味しそうだね。おい、これ美味しそうだね。そしてこちらがつけ麺の方。よし、つけ麺をいただいていきたいと思います。はい、がっつりつけ麺のね、チャーシュー入れていただきやす。もう固まり始めた。固まっちゃってるのね。いただきます。もともとこれ太麺。太麺。うん、うまい。冷めててもうまい。うん、うまい。ここでニンニク投入。一度で三度おいしいニンニク投入でございます。じゃあいただきます。うめ。そしてここでこの唐辛子、こちらを投入していきたいと思います。にゃ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 。こんだけ投入しちゃったらすごい真っ赤になるんですよね。これ、これ鬼胡椒を入れるとまた味が変わるという。一度で三度おいしい。うんうん、うん、おいしい。うまい。では私、ボビーさんが頼んだこのラーメンの方をちょっといただいていきたいと思います。うん、おいしい。ネギ食ってないです。同じなの？同じです。でネギがそちらあります。で、我々ジロー、あの LA 在住の日本人にとっては非常に貴重なジロー系ラーメン、辻田アネックスというふうになってるわけですね。 LA でシャギーの一押しラーメン。辻田ね、アネックス本店があるんですね。本店のつけ麺はつけ麺専門店って感じで、すごい美味しいんだ。その本店はジロー系じゃないんですよね。アネックスがジロー系なんですね。結構酢が入る。そうだね、こっち酢が入ってる。初めて。でもやっぱラーメンの方がちょっと酸っぱくないよ。美味しいかもね。いや、俺も次テイクアウトで頼むとしたらラーメンかな。ネギラーメンで。ネギ美味しいでしょ。美味しい。ネギは、いやー、すごい美味しかった。食べれきれる。すごいよね。でもすごいでしょ。食べてみます。はい、いただきます。ラーメンをオンラインで頼んだ直後にあなたはウェンディーズに行ってチーズバーガー食べましたよね。我慢できなくて。でも美味しいよ。美味しくちゃんと食べたよ。ちょっと今冷えてる。ああ、そうね。味がもうちょっと違うかもしれない。だからもしかして感じ方がピックアップしてその場で食った方がよく。でも無理だよね、この汁物ね、車の中で食うのね、ちょっとね。はい、そんなわけで美味しくいただきました、辻田アネックス。いやー、これね、ナンバーワン。冷めてなければもうすごいね。ちょっと冷めてたところでポイントマイナス 0.2 というわけで星 4.8 でございます。ありがとうございます。毎週通ってたんでしょ。毎週通ってましたね、実際ね。すごい。いや、言い過ぎかもしれない。あの2週に1回ぐらい変え、はい、た、はい、でもね、体にダメージが大きいわけよ、これ。あ、二郎系だからやっぱ。なんかさ、多分あのここ今もすごい大変な量なんだけど、うん、実際お店に行った方がもっと量が。いや、これね、お店よりちょっと量減ってるよね、やっぱね。うん、お店はすごい、もうなんかすごかったよね。お腹が食べれられなかった、うん、あの LA で二郎系っていうとね、2店舗を知ってるんですよ、実は。ここともう1店舗、そっちもちょっとね、今度試してみようかなって感じですね。もしあのリクエストあったりとか、コメントいただいたりとか、あとはあのね、あの回転数がかなり良かったら、あの視聴回数がかなり上がってきたら、ちょっとね、もう一つの二郎系も試してみようかなと思いますよ。はい、テイクアウトですけどね、もちろんね、今の時期。そんなわけで、まあ今日は、二郎系ラーメン辻田アネックスロサンゼルスにて食べさせていただきました。ハリウッド俳優のシャギーでした。それではまた、バイバイ。